皆さんこんにちは。今回の動画は現役引退を発表したけれど、2020ウィリアプリ2020でも引き続きシャビ選手は搭載が濃厚という情報をお伝えしたいと思います。僕がよく確認する、Yahoo の、サッカーの移籍に関するちょっと記事を見ていたところ、シャビ選手が、今シーズン限りでの現役引退の方を発表するということでした。まあ、今後のキャリアなんですが、コーチになるようですね。まあ、シャビ選手はウィールアプリ2019でやっと初めて搭載された選手で、まあ、使ってる方も結構いるのかなと思い、まあ、ちょっとこういった形で2019限りでの非搭載になっちゃうのかなと思う方いると思うんですが、実はシャビ選手は2020までちょっと特例的な形で、まあ、残るんじゃないかなと思っています。なんで引退したのに、ウィールアプリ2020ではまだ搭載が濃厚なのかという話なんですが、ズバリこちらのマーク ACL が絡んでくるからです。ウィールアプリの搭載条件を確認していきましょう。まず1か2のどちらかを満たす必要があります。1が、ウィールアプリが持つ代表ライセンスの国の代表メンバー23人に入っているかです。まあ、シャビ選手はもうスペイン代表を引退しているので、こちらの1には該当しません。それで2番の、ある一定の時期にウィールアプリが持つ代表ライセンスのあるチームに所属していることが、まあ、2番の条件となります。このある一定の時期が、今回の着目点になっていきます。実は ACL では毎年、2月3月の開幕時点で、メンバー登録された選手を、搭載しているという形になっています。過去のウィーレの選手の搭載時期について確認していきたいと思います。欧州と、まあ、国リーグ、これは、ヨーロッパの大半のリーグに、それから、19では中国リーグや J リーグもですね、こちらは、17年は、まあ、リリースは5月からっていうので、まあ、除いて、18年、19年は、まあ、8月の末、夏の移籍市場終了までのメンバーを、まあ、ウィーレアプリに搭載しています。一方の ACL は毎年ご覧の通り2月時点のメンバーがウィールアプリに搭載されています。そしてまあ例年の流れでいくと、ウィールアプリ2020においては ACL は2019年2月までにまあ ACL のクラブにいることがまあ搭載の条件となっております。ですから、まあ、シャビ選手は2019年5月までアルサッドにいたということになり、まあ、2019年2月もアルサッドにいたので、このままいけばウィールアプリ2020では搭載されるという形になります。実際これと似たような状態で、すでにもうクラブを退団しているにもかかわらずウィールアプリ2019で搭載されている選手がいます。それがこちらのディエゴ・フォルラン選手になります。かつてアトレティコ・マドリードや、あとセレッソ大阪でも1年間プレーした、まあ、ウルグアイ代表のレジェンドの選手ですね。フォルラン選手は、ウィールアプリ2019では香港の尚志というチームで、搭載されています。ただ、2018年の5月をもって今は、クラブを退団しています。ただ ACL は2月時点の搭載メンバーということで、まあ、5月までいたフォルラン選手は、2019でも搭載という形になりました。はい、まあこれらの事例から、まあ、ウィールアプリ ACL では、夏に、仮に選手は、退団や引退をしてしまっても、翌年の、ウィールアプリまでは搭載がされるということがわかるかと思います。ただこの特例が、適用されるのは ACL のクラブのみで、まあ、他の国のリーグでは適用されません。ヨーロッパですと、アーセナルのチェフ選手や、ユベントスのバルザーリ選手は今シーズン限りの現役引退を表明しているので、まあ、元黒玉の2人ですね、まあ、こちらの方持ってる方はね、ぜひ今のうちに使ってあげた方がいいんじゃないかなと思います。ただこの ACL の移籍が他のリーグと半年間遅れていることは、実はまあデメリットもあって、最新の移籍が反映されないので、例えば、ヨーロッパで活躍していた選手が、今年の夏に突然、まあ、中東の、リーグに移籍をしたということが起きると、そのチームが ACL に出場しているかしていないかにかかわらず非搭載ということになります。過去にこれで、ウィールアプリに、まあ、移籍が反映されず非搭載になった選手、またはまあ非搭載が噂された選手がいます。それが、元アトレティコ・マドリードのガビ選手になります。ガビ選手は2018年の夏にスペインのアトレティコ・マドリードからカタールのアルサッドへ移籍しました。ただこちらの2019の表を見ていただくと、欧州ではまあ8月末が更新時なので、ガビ選手はアトレティコ・マドリードの退団は反映、
ただ ACL は2018年2月時点の移籍反映ですので、ガビ選手はまだ来ていない状態での反映となり、どこのチームにも所属していないというか扱いになって、非搭載となりました。これで非搭載が噂されたもう一人の選手がパウリーニョ選手になります。先ほどの表を見ますと、パウリーニョ選手は2018年の7月にバルセロナに退団し、広州恒大に移籍しました。ただこちらの表を見ていただけと、バルセロナの退団は反映、しかし広州恒大にはまだ来ていないということで未所属が確定し、さらに去年ブラジル代表が一時的に非搭載になったこともあり、代表ライセンスもないため、このままいけば非搭載になるんじゃないかという噂が出ました。ウィーレの PS4 版では一時的に2ヶ月ぐらいガチャに登場してこないということもあったみたいです。ただ結果的には夏の移籍もしっかりと反映された最新の中国リーグが搭載されたということで、パウリーニョ選手も搭載され、能力値も変わって黒昇格を果たしたという形になっていました。まとめると、欧州リーグから ACL に夏移籍した場合はウィーレアプリでは非搭載になる可能性が高いです。それでこの夏にバイエルンミュンヘンからリベリー選手やロッペン選手がアジアのクラブになんか移籍するんじゃないかみたいな報道が流れています。もし移籍先が中東でしたり、オーストラリアとか国リーグがない日本リーグ、中国リーグ以外のACL のクラブということでしても、ウィーレアプリ2020では非搭載が濃厚となります。ロッペン選手は FC 東京からもどうやらオファーが来ているようで、今後の去就とか注目していきたいなと思います。はい、ということで今回は引退発表したけれども、シャビ選手は2020でも搭載が濃厚という話をいたしました。せっかくなので、2枚で確定できるスカウトの組み合わせを教えますと、アルサッド、ヨーロッパ、こちらの2枚で確定させることができます。またはアルサッドにシャペウ、アウトスピンキック、こちらのどちらかを足していただいても確定することができます。アルサッドなしですと、その他アジアにシャペウ、この2枚でも確定させることができます。2020でも引き続き使えるので、ぜひ今のうちに獲得してみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。